引き続きで休憩なくで申し訳ないんですが、時間の関係で引き続き第2部に入らせてもらいます。で、標準費用のことについて、与えられた時間15分なんで、ほとんど説明する時間もないんで、本当に端折るような形になります。私、庄司と申しまして、環境文明21という認定 NPO におりますが、この3R 全国ネットワークの事務局に、で、このか、活動に参加していっている形で、今回の標準費用についてもその活動の一環の中で、はい、この活動の一環の中で、今回この標準費用の算出に当たりました。で、この標準費用というのは私どもが市民案で提案しても当然、拡大生産者責任の徹底ということで、これは特定事業者がいわゆる今最初認可部分だけですけれども、市町村が担っている分別収集選別の費用も含めて一定の役割分担をやっぱりすべきだというのが私どもの主張です。で、その場合に問題になるのは、じゃあ市町村の分別収集選別費用に 今現在それは市町村払ってますが、それを特定事業者が負担する場合に具体的にいくら、そのどのぐらいの額になるのか、もう少し正確に言えばどういう形でその費用分担をどういう基準で計算して算出したらいいのかということは当然課題となります。で、残念ながらそのことについて非常に本質的な今回の用理法の見直しの課題の一つでありながら、この部分についてはほとんどまだ議論になってません。で、これは一つはやっぱり特定事業者の方が、今現在市町村で行われている分別収集選別の市町村の費用がはっきり出てない限りはこの議論はできないということが一つの壁になっています。そんなわけで、まだ公の場ではこの公の場って改定の公の場ではこの議論がなされてないんですが、逆に私はこの議論を始めることによってこの問題点を少し明らかに進めていくべきだというふうに考えているのが、3R 全国ネットがこの標準費用ということについて提案をした理由です。で、これは今お話ししたように、標準費用全国ネットワークはまだ標準費用に基づき、やっぱり特定事業者が負担すべきだと。つまりこの場合の標準費用は全国一律の制度ですから、市町村ごとにバラバラであってはありえない、制度としては適切でありませんので、何らかの全国的な一つの一律の基準に基づいて標準費用を算出して、それに基づいて負担をするということの考え方ですね。で、で、市町村が回収したアルミ缶、ステル缶、段ボールや紙パックについても重要が、この要するに分別収集費用を支払うというその主張を言っていますが、その場合のその標準費用というのは具体的にどういうものなのかというのが今回のご説明する内容です。で、とりあえず市町村が行っている選別費用、これは大きな問題点は市町村ごとにかなりのばらつきがある、これは現実実態です。当初前回の改正の時に平成14年度で環境省で調査した資料によっても相当なばらつきがあった。で、今年度発表されたちょっと丸めて数字入れてませんが、環境省の調査資料においてもやはりばらつきは当然あります。そのあれはだいぶ縮まっているとは思いますが、いずれにしても、必ずしも全国の市町村で被害、実際にかかった費用はどのくらいになるかというのは明らかになっていない。この点を特定事業者サイドでは、その非常にいい加減な費用計算に基づく負担では応じられないと、もっと明確にすべきだという主張がされています。これはある意味で最もない言い分ではあると思いますが、ただ私はちょっとややそれを一歩下がってみるとですね、特定事業者の方は全体としてもう今の役割分担は十分行われているから見直しする必要はないというような主張もされてますし、むしろもっと本音としてはもうこれ以上の費用負担はしたくない、もう最終的に十分だという考えがやっぱり背景にあって、この議論に入りたくないというのが本音ではないかなと、これは私の主観です。それで、問題は標準費用という以上、じゃあどういうその費用を算出したらいいのかというのは当然問題になりますので、今回これが一つのテーマです。で、例えば出し方としては、実際にかかった費用を払うというのも一つの方法です。あるいは全国市町村の平均値、あるいは最小値というようなものを出して、そこからそれをもとに算出するとかいうことも方法だと思います。ただいずれもこれは現在実際にかかっている市町村の費用を前提としますので、現在の市町村にかかっている費用というのは果たしてどの程度 のこういった議論の中できちっと算出の元になる根拠となる数字かどうかということは、なかなか難しい問題だと言います。むしろ私どもはそういう前提からすれば、何らかの基準額をですね、やっぱりきちっと設定して、
で、それに基づいて払うっていうのが別の新たな視点からそういうことで算出して支払うのがいい方法だろうと。で、例えばヨーロッパ、ベルギー、先ほど山瀬さんの話なんかにもありましたけれども、ベルギーがヨーロッパでもそういった標準仕様に基づく時代の分子収集費用をですね、に基づいてのコストを支払うと、この制度の説明はちょっと省きますけれども、そういった形でこの標準仕様っていう言葉をこれは使ってますが、ほぼ似たような形ですね。何らかのやっぱり全国的な市町村で行われている費用について標準的な費用を設定して、それによってその、特定事業者が市町村に払う場合の額を算定しようっていうことだと思います。で、私どもが考えたのは、この標準費用というのは全国一律の基準ですから、まずその費用というのは当然もうゼロということはありえないわけで、分別収集するにしても選別にしても必ず一定の費用がかかる。じゃあその費用がかかる元は何なのかということは、当然これはその分別収集なり選別費用の、作業というか仕事に対してですね、当然費用がかかるわけですね。で、その内容、その発生の元を少しまず分析っていうと大げさなんですが、内訳を考えてみました。例えば容器包装の収集運搬の場合だったら、まず当然収集運搬車が必要だと。で、どんな車を使うか、これによっても値段が変わってきます。ここはで、私どもはこの標準費用を作るこの作業基準というのを非常にまず考えました。で、この作業基準は現行に行われている全国の市町村の作業ということを前提にしてですね、前提っていうかそれを見て、そこを基準にこの基準を作りました。で、そのための調査をしました。今回のタイトルが調査報告になっています。調査そのものはここで発表は時間ありませんので省きますが、そういった現在調査を前提に 現状をまず把握しました。で、その中で一応こんなふうに大雑把にちょっと乱暴な整理してあるんですが、まず物を運ぶ、ゴミを運ぶわけですから車が必要だと。で、その車何を使うか。で、これは通常よくご覧になっているパッカー車を使う。で、そのためにと車だけじゃダメですから、それを動かす人、それから収集する人が必要です。この人員機材、この2つが絶対的に必要で、その内訳の費用としては、例えば収集運搬車であれば購入した車庫用車で時間に加工費がかかる。ただ人の場合は当然一番人件費が問題ですが、で、人も運転をするものが当然必要だし、それに伴って分別収集する人件費も必要だと。こういう形でその費用給付放送のやる場合に実際に必要な要素、そのお金のかかる元は何なのかということを整理したのがこのようです。同じように選別の場合でも、選別については機械作業、機械に基づきますから、機械選別ライン一式、購入取り付け費とか維持管理費とか光熱費とか、これを動かすについてですね、こういった費用がかかるでしょうし、それから当然選別するには運んできたものをその、施設に投入するなり一時的にそこに保管するとか、さらには選別し終わったものを先ほど話もありましたけどベール化するとかっていうような作業も必要です。そういうものには特殊弱いフォークリフト車だとかパワーシャベル車だとか、そういったものは特殊作業車が必要ですし、そういったものに当然人間も労働力も必要です。で、選別についてやっぱり一番重要なのは選別人員、選別の人件費ですから、そういった人たちが、こういったふうにその実際にそれぞれの作業にかかる分別収集と選別にかかる元になる作業というのはどういうものがあるか。で、その作業から発生するその費用、選別あるいは分別収集から発生する費用の元っていうのをまず内訳を考えて、こんなふうに整理をしました。で、それぞれの費用がどのぐらいかかるかっていうことを、これは現実のかかっている費用、現実の市町村のいろんな現場を、予算の関係ですね、見たら各市町村の数はごく少ないんですけれども、関東地区と一応関西地区で、サンプル的に調査をいたしました。それで、この場合の表でそのこういった機材を使って具体的なある種の作業を行います。で、その作業も作業の仕方によって全く費用の書き方変わってきますよね。で、まずその作業の前提となる基準の標準の作業っていうもの、基準作業っていうのを考えました。で、その場合の基準作業を考える場合の前提としてですね、例えば揚力プラ、現在の揚力プラは非常に質が高いっていうのは、これやっぱり市町村が収集しているっていうことが大きな要素としてあります。それは我が国のこのゴミの分別収集という、一つの歴史的な遠隔的なものは背景にあると思いますが、そこで分別収集については市町村の物理的負担、いや市町村が引き継ぎ役割を担う形でやるというのがいいんじゃないかと。それから選別も
その日のうちに分別してたよりプラスその日のうちに選別処理を終えるという形で、つまりこれは保管期間をなるべく短くするっていうようなことも含めて考えています。はい、考えてます。まあ、こういった形でこれはいわゆる質を維持するためにあるいはいろんなその、選別に関わるいろんな課題を、まあ、解決するためにこういう前提を立てています。それからもう一つ 1日単位の処理量で仕事をやっていくという形で分別収集だその日出されたゴミはその日に資源はその日のうちに片付けるその日に集めた、用理プラスその日に選別するということをこれも前提にしています。まあ、そういったこうそれとそういった1日のうちに処理するということそれから分別収集が非常に強力度がいいということはやっぱり昼間を収集しているということが大きな要素だと思いますのでその仕事も昼間をすると昼間8時間、まあ、1日の労働時間で収めるということでそういった労働の条件労働環境というのは一応適正な形でですね労働基準法等に基づいた条件の中で行うとでまたその仕事具体的な仕事についても効率性を確保した作業にするつまり収集運搬とか車を動かすわけですからなるべくフルに1日の8時間のうちフルに全て作業をしているような形なるべく無駄なことがないようなそういう形で作業標準作業を設定しよう、まあ、こういった前提条件で標準作業を設定してでそれにかかった費用がどのぐらいかという形になっています。で、そういう意味で標準作業としては整理したのが今の言った前提で使用車両は 4リューベ2トンのパッカー車でその場合の技術積載量は多くて2トン車ですから、まあ、350キロの場合と1回あたりの積み込みがですね500キロの場合とで一応2つ出していました。まあ、経験値的にこれを言って全国の市町村の調査を見てやっぱり500キロっていうのが2トン車の場合だったらまあ最大ですね。もちろん1回に積み込もうってはもっと積み込めると思いますけども作業効率を考えていれば500キロあたりが限界かなとでこの2通りでやってます。それから収集車の乗車人員も運転手は当然1人必要ですけれども当然収集作業に何人つけるか実際には2人つけて3人でやってる体制もありますがここでは1人して運転手と合わせて収集作業も運転手がやるということで2名で設定しています。例えば事業系の一般廃棄物の企画業者なんかはこれは運転手と収集作業これ1名でやってますよね。例えばここを2名に設定するか1名でするか運転手だけでやるのかということによって費用はガラッと変わっていきます。ただこの標準作業ではこういう形で前提でやってます。だから積み込み時間がどのぐらいで設定してるかこれによって積み込みの1日あたりの車1台に積み込めるか積み込んでそれから選別施設まで往復する回数これが当然定まってきますので、まあ、とにかく目いっぱい8時間の作業の中でやるということでいろいろ条件を設定しましたら350キロの場合と、まあ、1回の積み込みが80分500キロの場合は120分というふうに積算しています。これも人口密度とかいろんなことを前提に、まあ、これはあくまで基準の計算ですがそういった形で設定しています。だから選別センスよりも片道は10キロという形で設定しています。ですからこれはあくまで基準の設定ですからこれが長くなれば時間がかかりますしこの辺は動いていきます。ただ今回の標準費用を算出した根拠としてはこれをこういった数値で全然積算しています。で選別施設などの往復回数も3回これ8時間の中で3回やるのが350キロ1回あたり積み込んで350キロだったら3回が限界だということで計算してみました。500キロだったら2回になります。当然積み込みの量がやっぱ積み込みの積載時間かかりますので回数が減ります。まあこんな形で一応設定しました。 でただここで注意しておきたいことが一つあるのは例えば40米2トン車で500キロを1回積み込むとそれだけの揚力プラがなくちゃいけないんです。そのだけの揚力プラ500キロの揚力プラが出てるには何人の人口が必要かということを積算してみました。24年の揚力プラの分別収集量これは環境省がデータで発表してますけれどもこれを揚力プラを実際にやっている地域の人口比で割ってくると1人当たり 20.1g っていう計算が出ました。ですからそうするとですね揚力プラを500キロの揚力プラを分別収集には3600人の人間が必要なんですね。でこれで例えば1日これを2回やると7200人が必要だしそれを週1回分別収集を毎週何曜日かの1回集めるっていうことで1週間フルに6日間フルに動くとするとその6倍4万2000人がいないと500キロの積載を前提にした揚力プランの効率的な分別収集はできません。4万2000人ったら
これ人数としては簡単ですけれども、実際全国の市町村で言えばですね、4万4千人以上の市町村数は全体の1741の市町村608しかないです。ですから大半の市町村は500キロの1台の2トンのパッカー車をフルに動かす量自体がもうないということ。だから分別収集ではもう効率ということを現実的にはなかなか担保できないということですね。だから現実の費用からやったらとても標準費用なんか出てきません。ですからあくまでここでは効率的にできると想定した私どもの標準作業に基づいてやってもこれだけの費用がかかるよという形で出したのが標準費用です。同じく選別についてもそうです。で選別は処理施設の規模によって効率は変わってきますが、まあ、大体5トン未満ということを一つの施設としました。まあやっぱり選別ですもそれなりの資本投下が必要ですので、原価償却を考えるとですね、あんまり小さな規模であったんでは合いませんし、かといってそう大きなものもできないで、まあ、一つはこれ5トン未満という形で一応ここで便宜を設定してます。で仮に5トンとしますとですね、先ほどの人口で同じようにやってくるとこれ20何万ぐらいになりますが、はるかに人数多くなって全国の市町村でも200もいかないような形ですね。だから5トンなんか日量5トンの選別施設なんていうことはほとんどそれに該当する市町村はありません。ですから効率的にやるっていうことは選別になるともっとできなくなるっていう現実があります。現実の上ではですね、まあ、そんな形で、実態があります。でまず標準費用の算出のためのその作業の設定として、まあ、分別収集は先ほど車1台2トンパッカーを使ってうんってやりましたけど、選別の場合は、まあ、これは大体全国共通です。で選別については、まあ、質的にも地域差はありませんので大体ほぼ共通した内容でできます。まあ、流れとして運ばれてきたものをホッパーに投入して選別して、で選別ラインに乗っけて選別して、選別綿を圧縮梱包して保管して搬出すると、まあ、一連の作業としてこういうのがある。でこの中にそれぞれの人数がこれだけ、まあ、一応これでこういう形で標準費用の今回の標準費用のが人数的には設定していると。でこれはかなりいずれにしても分別収集の場合も効率的な作業を前提にしています。これだけおそらく現実にこの効率の下でやるってことは現実ではなかなか難しいとは思いますが、まあ非常できる効率性を追求するとこのぐらいの形になると。でそれで出した費用がまあ、こういった形での支払い単価という形で選別費用として算出しています。パッカー車購入費とかを打ち上げられました。でそれが、まあ、1キログラムあたり 53.6 円という数字がこの基準、まあ、これはこういう費用が出たという台より大事なことはこういう標準作業基準作業の下で積算したらこうなったという形です。だからこれは一つ の試算値です。あくまで基準で作った試算値です。だから これだけの費用は、まあ、私の考える標準作業の下で最大限効率やってもこれだけのことはかかるよと。で実際にこれは例えば人数を収集人数をじゃあいや3人でやろうといや1人でやろうとなれば当然この標準作業費用は変わります。変動できます。操作できます。まあ、それはだからどういう標準費用でやったらいいのかっていうそれはいろいろ判断しなくちゃいけないんで課題ですが、とりあえずこういった形で一つの提案をしたのが私なので、同じように選別については 52.9 円がかかるよと。あこれはごめんなさい、500キログラムの場合ですね。先ほどこれは350の場合でした。でこれは500キロ若干 大きい車で若干効率が高くなるんで少し安くなる。ただ選別の場合は 37.2 円だと。こういう形で言いました。ちょっと内訳は後でご覧いただきたいと思います。でトータルとして、まあ、全国平均が平成22年度の調査のあれでは、まあ、116円という形になってますが、私どもの方では350キロだと90円80銭、500キロの場合だと90円10銭という形でなってます。で、まあ、そういった形で私どもは選別費用標準費用を算出しました。細かいことはちょっと後でまた見ていただきたいんですが、で大事なことは一つの分別収集選別実際要する費用ではないということです。これあくまで基準でこういう作業条件のもとでやるとこういう費用になるよということの一つの数字だということ、基準で算出した金額ですから、これが正しい標準というのが一番適正な分別収集費用だってそういう意味合いのものではないということですね。それから先ほど申し上げた一つの標準作業のもと でこれは物理的に少なくとも数字上は不可能な数字じゃない形で作業条件は設定します。まあ、そういう意味で最大公約数の費用だというそういう位置づけです。で、あくまでこれに基づいてですね、一つの、まあ、例えば特定業者が負担していただく場合には、
どのぐらいの費用が一つの基準になるのかっていう一つの参考、まあ試算値、問題提起として私はこれを提案したいけど、まあこれはあくまで試算値だっていうことですね。これ上つまり作業条件変えればどう上がったり下がったりすることはできます。それはそのいい加減だってことじゃなくて、そういう形で標準作業を設定すれば標準費用は出てくるだろうと。でこれのことで当然地域差がありますから、これについてはまあ地域差を考えた補正係数的なものを考えてですね、実際に合理的な最終的な標準費用に作っていったらどうだろうかと。でこのことを議論に実際に真剣にですね、特定事業者が負担する場合の仕組みということを考えていこうと。でこれは例えばこの標準費用が一つのきっかけになって、市町村の収集費用についても合理的な数字がどういうところがあるのか、で全体として分別リサイクルには非常にお金がかかりますけれども、それをいくらでも縮減していく、まあ、一つのそういう効果も当然期待できるというふうに思います。まあ、そういった視点で標準費用を提案したということです。以上で、まあ、ちょっと時間もオーバーしましたけど、短い時間で早くして喋るのですいませんでした。以上でございます。